グレンデール市にあるあの売春風俗が大変なことになっています。どこから見てもいかがわしい感じがする像ですが、こんなバージョンアップが施されていました。まずは使用前、そして使用後です。一体誰なんだこんなひどいことをする人は。こんなことをしちゃダメでしょう。右手に日照機、左手に旭日機、そして顔には紙袋。このなんともアメリカンな顔はテキサス親父さんだ。ほれこの顔とウリ二つです。なんとグレンデール市まで出張していたんだ。ファンタスティック、すんばらしい。テキサス親父さん、なかなかの行動力だ。これには俺もかなわない。乾杯だ。ささやかだが俺からのプレゼントだ。受け取ってくれ。どうだ、韓国にある売春風俗とコラってみた。背景ぐらいしか変わらないからダメだな。いつかは本当に売春婦初号機にそのマスクをかぶせてほしい。日本人からの切なるお願いだ。テキサス親父さん、ありがとう。それではまたお会いしましょう。